有名なところでぼったくりの事情が今あるのか解消されてるのかをちょっと見てみたいと思います。いや俺完全観光客のこといいっすね。面白いですよね。絶対バレないよね。何も問題なく値段がだからこれを超えることはないけど次は量なんです。ありがとうございます。店員さんがこう謝るの初めて。うわユッケ食べれる子供ってすごくないですか。私の結構一押しぐらいで入るかな。皆さんこんにちは、ジンです。私は今韓国のジョンの大賀に来てます。今日皆さんにお見せしたいのは日本人のふりをして観光地でご飯食べたら日本語のメニューが出てくるのか、ぼったくりはされないのか、要は大丈夫なのかっていうのを直接この目で見て感じて体験したいと思います。今1号線のジョンの大賀に来ていて、ここから광장시장一番近いのでこれから登りたいと思います。今日のゲストは私と一緒に仕事をしている社長の役をしている日本の方、サニーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこの方は基本的に韓国語が全部通じて注文もできるんですけど、광장시장は多分日本語が喋れるんですね。あ、本当ですか。多分だから英語じゃなくて日本語もいけますか。だから英語と日本語でちょっと頑張ってほしい。頑張ってみて、うん、はい。でペペギです。ペペギは日本語がネイティブな韓国の子でね、今日日本語で頑張りましょう。はい、今日検証したいいくつかのポイントがあります。まず有名なところに行きます。なので私本当に美味しいところみんなにあんまり教えたくないけど混むから個人的に一番好きなジャンル、そして絶対食べてほしいところ、有名なところでぼったくりの事情が今あるのか解消されてるのかをちょっと見てみたいと思います。で광장시장で必ず食べてほしいのがいくつかあるんですけど、まずユッケです。その次はチヂミ、そしてクワデギ、そしてビンデットあるんですけど検証したいと思います。광장시장といえばユッケなんですけど、ユッケの美味しいところありますか。ありますね。教えたくなかったけどすごい久しぶりに今日行きます。でおそらく8番出口とかから出ればあると思う。あと人が結構多い可能性もあるし誰もいない可能性もあるし、ちょっとすごいピンキリなのでちょっととりあえず行ってみないとわからないんですけど、ちょっと空いてたらいいよね。でも今駅から結構な人がいるので外国の方も結構いるよね。だから多分そのぼったくり事情の後にちょっと少しは回復はしたんじゃないかなとは思いますけど、どうなんですかね。ちょっと行ってみましょう。こっち撮影してるからすごい見てるけど日本とはちょっと違う風景ですよね。日本は別に何も誰も気にしないけど韓国はねすっごい見ます本当に。どんな状況かっていうと、これが私だとしたらもうこんな感じで見てる本当に。で今8番出口出てまっすぐ行きます。意外と入り口から近くて、そして今見たんですけど星の点数が本当にごちゃ混ぜぐちゃぐちゃです。これ本当に当てにならないと思います。で今日見てほしいのが、まず광장시장は韓国で一番長く形成された市場です。すごい昔から、はい、そして近くの精肉店いいところからいい肉を入れてきます。そうするとあんまり差がないんじゃないですか。その中でなんで差が出てくるかっていうと、悪いことをするんだよねやっぱり。え、たくさん仕入れると安いでしょ。あ、たくさん仕入れて売れなかったやつを冷凍で売ったり量を減らしたり、あとよく知ってそうな人にはいい肉出して知らなさそうな人にはダメなやつ出すじゃん。だから私ちょっとこういう知らないふりっていうか、ちょっと子供いる完全韓国客っぽくね。でここがノースセカンドゲートのところの入り口です。でこれを無視していきます。ここじゃないんです、うん、中だけど早道。確かに中入っちゃうと人が多くて歩きづらそう、うん、ここ無視しても入れるんですよ。あ、ちなみにジョンノーガは薬局で有名です。昔薬剤市場がここから盛んでたので多いですね。ここに入ります。ほらガラガラでしょ。でもう事前に言いますね、ここのユッチョンは柔らかいです。そしてユッケは本当に臭みゼロで美味しいです。本当にこの適度な熟成の具合が好きで、右かな、これこれこれ、このユッケジャメチっていうところです。ここ本当有名ですよ。みんな元祖元祖元祖って書いてるじゃん。でここ見てください、最初のユッケチップってなってるでしょ。なってます。で私はここだと思ってます。元祖、あ、じゃあ行ったことあるんですね。結構行ってたよ、うん、あれ左、はい、3人ですよ。3人ですか。3人です。セブニアお願いします。こんにちは。あ、日本語あるんですか。日本語。
あ、すごい。わお、牛すじ。いきなり、うん、もう座った瞬間に出てきたんですけど。いいですね。このようなメニューがあるんですけど、これにしましょう。あの、無分寺キムチのイケドンというのがある。あの、これなんでいいかというと、ここの熟成具合がとてもいいので、できればもうこれ食べてほしいんですね。で、これと普通のユッケでもすごいいいので、普通のユッケも1個食べる。ぜひ。食べてほしいですね。これ肉が基本美味しいけど、これも食べれそう、まあ、食べれるなら結構すごい食べる。あ、皆さんあとここで絶対これがいいですよ。追加しました。じゃあ例えばこうやって注文しました。あ、本当に遠慮なく注文したんじゃないですか。だからもしあのぼったくりだとするならば私にした方が絶対いいでしょう。だってメニュー3つも頼んだよ。やばくね。だいたいこんな頼み方ないですよ。だいたいその1万円のやつのビビンバを2つこうやって注文する。で、私今も思ったけどこれ10年前の値段と変わんないですよ。20年前より200円上がったぐらい。あの、まずビビンバにユッケが入るとどこで食べても1万2000ウォン、1万5000ウォンするんですね。これ1万1000ウォンでしょ。1万1000ウォンプラス無分寺だから値段がすごい安いんですよ。あとみんなこう笑顔になってるのもすごいいいし、あとすごい綺麗じゃないですか。うん、あとなんか観光客っていうか韓国人が少ない。これ昔から好きな人が多い。あとおじいさんが一人とかで食べたりとかすると折り紙付けっていうか、マッコリね、これ見てください。これ生マッコリで、本当の韓国の生マッコリはこうやってずっといると垂れちゃうんですよ。発酵してるものだから。で、皆さんこういうの見るでしょ。今7月19日で、今日が9月29日かな。なので3週間ぐらいしか残ってないでしょ。で、そもそも出して3週間ですよ、大体。これ、もう賞味期限ギリギリのやつ出してんじゃんじゃなくて、そもそも生のやつって3週間ぐらいなんで、一番新しいやつです。で、これ特に混ぜなくても大丈夫ですよ、皆さん。あと見てください、この容器もすごい綺麗でしょ。うん、本当です。そう、なんかまあ汚いのが韓国だっていうのもなるべくここはあの払拭するためにいいの出してるし、値段はもう決まってるじゃないですか、ここは。だからもう偵察制度に参加してるところなので何も問題なく値段が、だからこれを超えることはないけど、次は量なんで、まずお酒の量は騙せないでしょ。で、まずこれがただでしょ。で、ここ開けるとこの間、あ、来た来た。でも置き方がもう韓国人、ちょっと待って、これこうやって置くとバレちゃうから横にしよう。すごいじゃん。おー、けせよ。ハムさん、キムチ。あ、Thank you。いや、俺完全観光客モードいいっすね。面白いっすよね。絶対マネだよね。ソリ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 、刺身。味噌ソース。味噌ソース。今刺身ソース。刺身。すごい優しい。でございます。で、まずこれ食べてみてください。これの美味しさを見るために卵いらないですよ、正直。このまままず食べてみて、そのままでいいですか。これが、どうやって保管したのか、どういう風に熟成をしているのかっていう味が分かりやすいです。とてもなんか安定した低温で保管をすると、言ったでしょ、臭みはないけど甘みは、甘みがすごい出てくるじゃん。あと味付けがすでにされてるから、されてる。だから別にいらないの。いらないです。本当それぐらいでいいですね、ちょっとで、このベチャってつけなくていい。で、もう混ぜていいですか。うん、でもなんかもったいないぐらいです。だから肉刺しを頼んだ。あ、で、ぴょぴょにも食べられるよね、これは。うわ、ユッケ食べれる子供ってすごくないですか。だから私本当にもともとユッケって結構危ないんですよ、実際。でもここのは食べさせてもいいと思ってる。なんかね、海苔のごまの味するよ。でしょ。ふりくり乾杯。ベチカイムの乾杯。え最近いつもメジカルボって言ってるんですよ。写真はこちらです。違う、メジカルボじゃない、メジカイボ。皆さんだから言ったじゃん、私ここのユッケってどこ食べてもいいよとか言ってたけど、それは正直言って市場の応援のためっていうことがあって、今日はちょっとね、あの個人的な意見、まあ、どこもいいんですけど、私の結構一押しぐらいで入るかな。私はあと私流なんですよ、俺流なんだけど、混ぜてあんまり食べない。一つ全部終わったら次食べる、次食べる。なるほど。私はね、あちこち食べない。うん、これ子供も食べれるからすごいでしょ。ビッグラポン。よく食べる。パパビッグラポン。でん、でん、
食べれ。当たり。これって私ここの特徴知ってるけど、ほぼ飲み終わったら自動でおかわりしてくれる。あとこれすっごい美味しいです。なんか具もすごいいっぱい入ってます、うん、でここは肉を丸々大きいやつを買ってさばいて、あのこのように、うん、でそこから出てきた塊とかをこのようにスープにしてくれるんですよ。でそこも全然売ってもいいんだけど、ここはタダで、ね、くれますね。だから本当にお金はちょっとセーブしたいなっていう人は、まあ、ビビンバとかもでもいいけど、他のお連れとかあの子供とかはライスだけ注文してスープと一緒に食べてもいいですね。スープも無料でくれるものと思えないぐらい美味しいんですけど。でしょ。いや美味しい。いやちょっとパパこれ全部食べるね。これあと個人的な意見なんですけど、よくタンタンとか一緒に食べる人いるんですよ。メインじゃなくて邪道なんで。あと大体の日本の方って結局一番最初おいしいおいしいって言いながら残すのなんで、だってやっぱり硬いし疲れるし、だからユッケだけでいいと思います。正直なんか味付けも全然油っぽくないから無限に食べるでしょ。あと見て分かると思うけど、観光客とかもそうだけど、ただちょっと遊びに来てる人、あの近所でそういう人たちが来るし、あと近所でなんか働いてる方も来たりもするので、あ美味しいんだよね。だからすごい意外なのが、英語メニューも日本語メニューもあるじゃないですか。大抵そういうお店って観光客向けの味と価格のイメージだったんですけど、ここは全然違いますね。それが新鮮で、ここにも書いてるけど、あの元祖のやっぱユッケの食堂はここっていうのは新聞の記事に出てたのを今つけてますね。これ難しいんですけど、こうやって適度にいい感じで熟成していると、油なしでもこういう油油なのに油つけても全然くどくなく、さっぱりとして美味しく食べれるんですね。ご飯も食べようか。キムチもちょっと食べてみよう。キムチちょっとだけ、辛くないから。スープちょっと、スープ美味しいでしょ。じゃあ次あのちょっとビビンバ行ってみましょう。これ本当にユッケビビンバなので、ここになんか入れるものはなく普通に混ぜますね。でこれは金に結構具たっぷり入ってます。本当すごいシンプルに見えるけど、パンチ効いた2つが入ってますね。ブグンジ、これ洗ったやつです。なかなか家ではこの味は出せません。白いですね、うん、ガチな無分子だと酸っぱくて痺れるほど酸っぱいから洗わないと食えないんですよ。だから家でもなかなかこうね、あの無分子を本当になんか毎日何年も熟成して作る人とかじゃなければなかなか出せない味がね、お店で食べると逆に食べやすいじゃん。そういう理由で、うん、なんか家で作ると手間かかる料理みたいな、すっごいなんか王道ではないんですよこういう料理っていうのは。あ、でもそうなんです。でもなんか市場で食べる美味しい料理みたいな、こんな感じです。ビビンバだと、あ、最高じゃないですか。いい。食べてください。口いっぱい入れた方が美味しい。うん、口いっぱい入れる。いっぱい食べた方がいい。やっぱりあのいろんな味、そしてあのビビンバがメインなやつは口いっぱい入れた方が美味しいんですよ。どう？めっちゃ美味しい。でしょ？めちゃめちゃ美味しい。食べたことない味じゃん。ないです。ぴょぴょぎもこれ多分食べれる。ちょっとなら嫌いにならない程度で。韓国のビビンバ、キムチ、肉、ご飯食べれるかな。これ食べれたら保育園で初めてかも。食べるとすっごい。どうですか。ダム。約束になっちゃってんじゃん。これお酒飲みながら食べても美味しい。このような晩酌は最高。これは日本人も絶対好きな味だと。好きでしょ。絶対好きです。全く同じではないけど、これの作り方は私知ってるので、今度日本でちょっと真似してみます。すごい。ビビンバあるとこうやって美味しく食べれるし、うん、こういうのもね、日本の皆様こういうの残すじゃん。これもったいない。これこうやって食べればいいですよ、スプーンで。結構皆さん恥ずかしいと思ってこういうのやらないかもしれないけど、逆に何て言われたら残すのがもったいないみたいな。ありがとうございます。私あと店員さんが謝るの初めて。ここめっちゃ感じいいですよ。優しいし、そう昔からすごい親切な。あと笑顔がすごいね。まあ売り上げが出るからもう笑顔が絶えないっていうのが分かるけど、売り上げが出ても笑えない人間っているからね。天使のスマイル。あとこれは食べ方によるんですけど、これあのコチュジャンなんですね。あ、
えんつう。いやでもこのように男性の方が挨拶してくれるの嬉しいですね。しかもサングラスしてるの分かる。プレゼントでジンが飲んでほしい。ありがとうございます。飲んでください。乾杯。乾杯。はい、とてもびっくりしてました。よかった。で、これの美味しく食べる方法は混ぜたくなるじゃん。これ慣れた人って混ぜちゃっていいんだけど、わさびなのだから別々でいいんだ。例えばこれ美味しく食べたいんじゃないですか。まずこれを美味しく食べる方法は今何の味もしないんですよ。だからそういう時は本当にちょっとだけまずこれで食べて肉がどうなのか味見してみる。めっちゃ美味しいと思う。これと合うんですか、ソースと。もちろん、でこれでもいいし、でなんかこれでもいい気がするんですけど。全然もちろん、うん、あの味自体がないのね、ここは全くないですか。食感なので。じゃあさっきと全然違います。これをちょっとつけてもいいし、あとこのソースの中にもごま油も入ってるし、これニンニクなんですよ。ニンニク、こうやってちょっと食べるのがいい。だからこう混ぜちゃうとわさびの味が強くなるから、それはしない。私は 2,3 枚こうやって重ねて食べるの好きだから、こうやって食べます。でわさび好きな方つけてもいいし、私はつけない派なので。だから全部食べてみてください。うん、まっ。次美味しく食べる方法が、別に3まではいらないけど、例えば肉がこうやってあるじゃん。肉があるとニンニク1個を3段つけて寄せて、これ乗せて、で海苔を、この海苔をどうやってつけるかというと、海苔をつけるんですよ、ここに。海苔をつけて乗せてこうやって食べると美味しいです。最高です。美味しい。やばい、美味しい。まずごま油バージョン、そうやって食べると美味しい。絶対美味しいです。どうですか。うん、本当だ、さっきと全然違います。下味がついてないから、より肉だけど本当臭みが全くないんで美味しいです。いい感じ。うん、いやこれはここで食べないともったいない。次こっちのソース、私はニンニクは結構好きなんですよ。パンチ効いて好きなんで、うん、ただわさびはもういいけど、あえてつける必要あるかなっていう感じ。まあ好きかもしれないよ、日本人は。私はこっちが好きです。私もこっちが好きだけど、まああとはまあいろんなアレンジして一緒に食べる。で、やっぱり誤解するかもしれないけど、子供が小学生とかはいいんですけど、まだ幼稚園生とかは肉が硬いんで口の中に飲み込めない場合があるんですよ。カットをしたら、だから昔はユッケは食べさせるけど、これなんかやっぱ美味しいお刺身なんで、日本人の感覚からするとこれご飯が欲しくなります。ご飯ある、ご飯あるんですけど止まらない。こうやってご飯と一緒に食べる。これでいいんですよね。うまい、美味しすぎる。うん、すごい美味しい。美味しい。海苔とも合いますね。合う。マッコリが甘すぎて美味しい。ハサミだ。なんでなの。おお、韓国語だめでしょ今は。まあ日本人のふりしてる。パパは今何人ですか。日本人、日本人の遊びをしてるんですよ。